七代目、小野菊五郎は、日本の歌舞伎役者。歌舞伎名跡、小野菊五郎の東大。屋号は、音羽屋。縄文は、重根線に、抱き菓子は、開門は四つ輪。日本芸術院会員、重要無形文化財保持者。本名は、寺島秀幸。妻は、藤純子。長女は、寺島忍。長男は五代目、小野菊之助。 20代の菊之助時代に三之助の一人として人気を博した。またその端正な顔立ちから NHK 大河ドラマ源義経を当時最年少で主演した。生後前に噴した藤純子とはこの共演を縁に後に結婚した。かつては小山中心だったが年を増すごとに男っぽさが強くなり立役中心となった。 皇術の人間国宝も歌舞伎立ち役として認定されている。現代歌舞伎のスターにして、お家芸の世話物を得意とし、特に江戸っ子の小悪党をやらせたら、耳に出る者はいないとまで言われるほどである。小野駅菊五郎劇団を主催して、江戸歌舞伎の世話物を今日に伝えることをライフワークとしている。現在は、孫の牛の助が立派な歌舞伎役者に成長するように、 育てるべく、牛之助の母方の祖父にあたる中村吉右衛門と共に、菊之助に協力して、教育にあたっている。なお、牛之助からは、本名の秀行から取った、ヒーマと呼ばれている。1949年7月に6世、小野菊五郎が死去した後、菊五郎を座長として講演していた歌舞伎役者が、小野菊五郎劇団の名前での講演を開始した。2015年現在、 七代目、小野駅久五郎が主催している。最近では2015年1月に、国立劇場で、当時狂言南宋里見八県伝を上演した。ありがとうございます。